じゃああまりに順調すぎたのでアディショナルいきます。ちょっとねタレント性の違いを見しちゃった結果になったかな。すいません。いきます。ラはい、行きました。887えい。はい、ちょっと派手ですね。お花も赤になりました。何回かでもこの887のところ行きましたけど今までね、演出はね強めのを持ってきてくれる気はするんですよ。ただね私全部多分これ超えて天井行ってますね今まで。演出熱いし発展先も割といいのが選ばれるとは思うんですけど、おそらく当たるかどうかはまた別。喧嘩祭り、チェリー、いや、チェリー、おう80いく ?80 来ましたってことは激アツ出ますよ、激アツ。はい、当たりそうですね。激アツです天然桜と桜光れば当たりです。ここなびきた、はい、当たりです。全部変なゲーム数になっちゃったよ。931ゲーム、追加投資がですね4本しておりますので全部で2万1000円です。はい、おー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 だ、おーおーおーおお、これなんかホラガイの音の回数関係あるんですよね。頑張ろう。3回ぐらいでも殲滅できればもしかしたら1回はチャンスあるかもしれない。まずはこの5万の壁だな。最初がね一番ハードル高いってことですもんね。要するに5万だから、マックス5万だから。3連続ベル、おお、来い。よし、直江さん、はい、参戦しました。
に一番ぐらい変なかな。5000、あ、本当に減りそう。あ、6000、あ、6000か。まあまあ、でもはい、あとこんだけです。この攻撃力がねアップしてる間はもう安心なんで。オッケー、いった、殲滅。続きましたね、83ゲームも続きました。さあここですよ、問題は。薬物よ落ちてきなさい。ダメだね。まあさすがにね、直江さん一人だもんね。ついに追加投手です。そう、投手9本で頑張ってきたのにな。チャンス目、A から。よし、294ゲーム高確率。無理ですね。何のチャンスアップもなかったけどね。ちょっとびっくりしてますけど、311ゲームボーナス確定です。投手が総投手15本です。これがさっき言ってたチャンスアップ一切なしで当たるパターンのやつ。めったに見れない。絶対外れると思ったもんな。光らない。あの秀吉決戦は奇跡だったんでしょうね。50ゲームスタート。また駆け抜け。どうしよう、純ハサミやってみますか。ないから1回も。もうないんだよね、この時点で。揃うとしたらダブルなんで。はい、純押しなの。当てたいよ。どうします？
もうないでしょ多分ね。グースウッサーの終了画面でございます。逆ハサミだったみたい。なんかもうしんどくなってきましたね、六択当てれなくて。みんなやめようかな、ちょっとずっとそれを狙うことにしようかな。NB 中まだな、今日チャンス目絡んでるから、せめてチャンスゾーンに赤まで来ましたね。文字が黒。ああ、文字普通の色なんだけど大丈夫かな。大丈夫でしたね。見知らぬ私、チャンスゾーンは行きましたね。長い618ゲーム、チャンスゾーンですね。今度こそお願いします。マジでそろそろ当てたいと。全然ベル引けないぞ。あーまたまた順押しでいっかな。これダメじゃん。つらいつらいつらい。ねえ待って、この台じゃなかった、隣の人が。あー隣だったか。ゆずき隣だった、いいなーいいなー。隣だったなー。何も引けず。なんでかな、おまじないがなぜか隣の人に行ったんですけど。はい、覗いてやる。ああ、私は当たらず。なんでだよ。うわ、風来た。当たりました。ボーナスか、ボーナス当たりました。まさかのボーナスいきましたね。これは順押しでいいのかな。緑でした。緑7。ミチルのビッグは720ゲームですね。ミチルの緑ビッグでした。ミチルは当選イコール ART にも当選。お、上位 ART、 ミチルのストック濃厚って書いてあります。やったー、やっとやっと、こっからスタートですね。こっからスタートだ。これで毎ゲームストック抽選してるのかな。はい、ということでリアルボーナスなので獲得枚数が218枚で、でもランプついてるのでミチルの ART ですね。カラースタート。やっぱさっきの早かったんだ。また変なとこで揃っちゃった。ごめんなさい。
19ゲームって書いてありますけど、10ゲームプラスエピソード継続するすれば継続みたいなやつなんですけど、ベルトレア役苦手なんだよな。嘘、何も受けずに終わりそうなんだけど、やばい。とりあえず ここが怖い。終わった。1セットで終わった。マジか、悲しい。終わんの早いな。よかったセーフ。ここでまたザクちゃん爪引いて なんとか。今度こそちゃんと狙います。やっとちゃんと出られた。いや、ジェス2セット目ですね。今度こそ続けたい。お、レア役。これで一つですね。これでとりあえずエピソードは続く。よいしょ、熱海1つ。ちょっとかかっちゃったんですよね、時間。正直まあこの間に夢叶えててくれれば、僕の仏様というキャラクターがね、得する結果になるので。勝てる気がするけどな。なんて。いや違う、私は転送演武を目指してるから武将は必要。あ、まただ。チャンス目でしょ。よし、チャンス目ってことは、はい、誰だっけ。伊達。伊達さん2人目。3人目来たー。チャンスじゃないですかこれは。はい、3人も参戦してくれたんで、ちょっと縄文突破の時に期待しましょう。56ゲーム、武将さんにおりますので、もしかしたらジャギーンってくるかもしれません。
ついに来ました。はい、やめたパーン、こっからですよ。はい、私の夢はこちらでん。まだね、これでスタートライン立ったとこです。はい、ここからまだ一つ壁があるんで。さあ行きましょう。何が選ばれるかな。でもそもそもふーん、両乱だよね、どうせ。はい、でしょうね。あれは初代刑事で言えばこれが新修羅の時計みたいな感じですね。うん、家紋を貯めてこいつにつなげるということなんですが、まあ、家紋4つ揃えば、まあ、もちろん 100% なんですが、3つでも 25% しかないんで、とりあえずやってみますか。あー、いくよ行くよ私。レア子役ベルレンネ家紋獲得のチャンス、20ゲーム間。ぶっちゃけ1個じゃ何の意味もない。2個でも、うん、意味ないんだな、ほぼ。いけない。はい、波紋2つ 5%。でしょうね。5% しかないんだから。まあでもちょっと楽しかった。やっとチャンス来たと思って楽しかった。ラスト、お願いします。お、大度 3.5 赤文字。あ、ここです。嘘マジマジか。復活もあるかもしれないけど、うわー、リセット427枚でした。復活あるかな。 66% なんだけどな。ない、ひどいひどいひどい。あ、次のゲームで引いちゃった。赤文字。ダメなのかな。お、行きましたね。
発目で来た。中央線、中央線にしますもん。はい、はい。中央線やった。ありがとうございます。赤七でした。補助ゲーム、愛ちゃん。いい感じね。多少不安があるけど。さっきと一緒だ。なあ、文字の色一緒。おお、お、よかった。これ悲しいんですよね、この物語。悲しい、悲しい。愛ちゃん。風来てますよ、風。継続。同じく赤七です。
ラクテリーめっちゃ引いてるよ。34ゲーム チャンスアップなし。うまいよ、超うまいよ。はい、もともと当たりが確定してたのか、この弱点でやっつけたのか分かりません。引っ張らず、はい、これが普通ですよ。なかなかいかないから秀吉決戦。30ゲームの上乗せのみ。あ、結局見ちゃってるじゃん。ちょっととりあえず中押そう。あるよ、左右きたー。あー、よかった。30ゲームでも十分ですよ。久々に6択成功しましたよ。ないでしょ。はい、え、あった、まあ、プッシュのタイミングが早かったっていう久々の秀吉決戦でございます。ラストチャンスかもしれない。黄色です、しかもあるよ。いきます。ゆっくりやろう。 OK、 ダブル金がいい。あ、かった。最低50ゲームです。50ゲーム以上。ただ押し順的に今いらないとこやっちゃったんで意味がなかった。いらないとこだったっすね。復活、よし、危ない。あと欲しいのは順押し、え、逆押し、中右左ですね多分。いいよ、ひどい本当に。あと2つだからいらないとこなんだよお前さん。ハサミが欲しかったんだ私は。うん、うわあれだよね、やっぱり目押しをちゃんとできないやつは超秀吉やる権利ないよってことですね。これ奇跡的になんか秀吉もう一個乗ってたりとかなんかないですからね。おお、勝ってる。あ、今の光は何だったんでしょう。5個分です。もっと行こう。行かない、まあ、本日最高上乗せゲーム数ですね。220。お上手、1000枚突破。え、
私投資がね1050枚なんで、ひとまず取り返せそうですね。ひとまずね、あまずいまずい、待って、ダメダメダメ、終わりました。あうわ、22枚足りない、投資分、1028枚ですか。結構頑張ったんですけどね、惜しい。いやちょっと今7ゲーム、
に何もない。はい、もうちょっとで3万5千円だよ。わあ、やっとか。あと2。ミッションに挑んでるというか、伝説に挑んでるような気持ちになってます。さあ残り2。行くぞ。舞台が整ってるね。じゃあグレート行きます。若干疲れてきているんですけど、まああと2つだから頑張ろう。おお早い、いいね。よっしゃー、あと1個。さあ最後はこの企画に一番マッチしてるんじゃないでしょうか、ドリーム花花。彼女たちの夢の行方はどうなるかわからないけども、僕のドリーム叶えます。いつしかジャグラー全シリーズ、花花全シリーズ1日で当てろという、そういう夢を抱いてました。1個しか点灯しないまま残り5ゲーム。終わり。さあ期待度2しかない。ダメっぽいな。ダメですよね。あ、風出てる。まだ残ってた。よかった。早い。見えるので行くよ。はい、赤。地獄巡行。風ありがたいな。あとは愛ちゃんになりました。やっぱこれなんかあるんでしょうね。結局今回は2個だけ。ダメ。あー今度風がないよ。あースイカ終わりかな。復活しないかな。終わった。しかもレア役引いてる。2回連続でレア役引いてる。このギリギリでつきましたからね。意味ない。さっき中左右だったんですね。逆を主にします。やれ、急に上手くなり始めた。ないんでしょうけど、ありがたく
はい、延命でございます。終わった当てるしかない。中右左にします。じゃああるよ。うまくない？え、3連続成功。50ゲームしかも。はい、秀吉決戦はなし。めちゃめちゃ溜まってたけど今。よし、負けたよ。こっからプラス分。ちょっと六択魔人に今なってるんで、この調子で当てたいんですけど、2連続中右左か順押しか。順押しにします。はい、なんか左右でしたね。410ゲーム、870枚。頑張った方だと思います。勝てまーす。こんなの余裕で勝てまーす。わー、チャンスね。結構チャンス出るよ。振らないと思った。え、10秒チャージ。え、何？いらないのに。全然必要ない。Ha ha ha.
ゃしてますね、わしゃわしゃ。わあわあわあ。えいっ、はやっ。29ゲーム。捉えますよ。実戦終了まで5秒前。3、2、1。なんかっこつけようとすっからだべ。あ、得してんの、得してんの。ロスタイム、これが本当のアディショナルタイム。実戦終了。実戦終了。お疲れさんです。お疲れ様でした。ジャグラーシリーズ8機種、花花シリーズ4機種、合計12機種を制覇した仏引き強しです。もう言っちゃった、引き強し言っちゃった、引き強し、はい、さあここでタイムアップとなったわけなんですが、はい、どうだったのか伺ってみたい。はい、まずはマイクなんだよ。はい、今日1台打ち切りまして、いやもうささっと言っちゃっていいですか、うん、ささっと言って。投資が1550枚、回収が499枚でマイナス1051枚です。まあ、まあそこはいいんです。はい。伝説、いや違う、夢は伝説したのか。伝説なんと、うん、引いてました。お隣が、ああ引いてた。やれないこともなかったんだけどみたいな。私がハマってる間に隣が出してます。見ることはできたよってことですね。おーみたいな、はい、ダメだったと。はい、よりはい、私も刑事、うん、2台だ、2台打ちまして、うん、2台目の方がですね結構連チャンというか、うん、してくれて、うん、で、玉も伸びまして、うん、それはいいの、うん、それで、結果は結果、うん、1000プラスの100059枚。わあすごい。あ、嘘。え、嘘。1159枚。1159枚プラス。それはいいとして。はい、こちら。じゃあね。転送演武。はい。お、読めました。はい、こちらは、チャンスが1回だけありましたが、はい。突破できず。あ、最後、リノ。私は、マサムネツ1台打ち切りまして、結果から言います、うん、投資が16,800枚、回収が903枚で、うん、3枚でプラスの103枚でございます。お、3人中2人はプラスになったと。はい、それは置いといて。はい。4回入れました、はい、秀吉決戦は。おこちらの蝶、うん、あと2歩足りなかった。2歩、2歩です。あと1歩じゃないんです。あと2歩、立花2歩。名前変えるんですか。まあ良かったですけど、なんか思いついちゃったから、はい、2歩足らずで行ってみた。ライブしてんじゃないよ。なんだよ。結局ダメだったんじゃないか、3人ともよ。まあまあダメでしたね。た声でですよ、多分声で反応した。斬新だなと思うけど、まあまあいいでしょ、はい、まあいいでしょ、はいはいはい、結局ダメだったんじゃねえか。結局ダメでしたね。そうですね。なあ、はい、あんな、うん、おまんじないをかけていただいて、おまんじない、おまんじない、これじゃ俺がダメだったみたいじゃんよ。
え、違うんですか。そうですよね。そう、3人とも、うん、結構頑張ったと思います。ということで、はい、3人全員罰ゲーム。いや、これは罰ゲームじゃないね。え、何？怖い。何ですか？こっち側に来てもらうために。え、こっち側に行きたくないです。別に今日結構満足。夢を叶えた人、叶えてない人。叶えたんですか今日夢。ジャグラー8機種、花花4機種、計12機種を、お渡しさせた、引き強しこと伝説の仏です。伝説ついちゃった、もういろいろ増えてるなということで、はい、こっち側に来てもらうために、はい、1人ずつに、はい、先ほど披露した、はい、おまじないを全力でやっていただきます。もう、あんまり覚えてないんですけど。覚えてない。そして、はい、僕の体温でホカホカに温められたこちらも被っていただきますので。本当だ。まずは最後帽子を取れ。直じゃないですか私。直って何？まあそうですね。こっちに行けば一番被害はでかいよね。だってもともと臭いのに。そう。このね。いやー。あーほら。嘘。すいません。何でしたっけ。結局何が足んないって、うん、信仰心が足んなかったから。そうなの。まあ信仰できるわけがないんですけどね。髪の毛と同化してない、まあ、若干そうですね。あ、いいな。どうすか、どこで見るんですか。あ、ここだ。じゃあ最後、じゃあ行きますよ。あちらのカメラに向かって。もう全然怖いんだけど。すごい怖いです。わかりませんが、こちらかな。はい、怖い。3、2、1。普通にやるよ。やばい。成り立つんですね、でも。なるほどね。あと30秒。もうなんかビーってなっちゃってるから、駐車場の。進入禁止が。来るんじゃない？車が来るんじゃない？もっともっと。ここ来たら恥ずかしい。夢叶えるぞって感じで。イエーイ。やばい。恥ずかしい。恥ずかしい。もう実家に送ろうね、この VTR。 やだ。さあ続いて持ちます。はい、持ち。あ、すいません。じゃあうちが全部持てばいいのかな。あ、すいません。いやー、これ最後もきついぞ。私はおまじないでしょ。おまじないです。もう次はもう絶対夢叶えるんぞっていう。もう次夢叶えるぞ。 あ、 もう、あ、いいね。もう出来上がってるね。出来上がってるね。いいね。もうできてる。おーおーおー。あれ、じゃあこちら似合ってるな。あ、じゃあ、お母さん大丈夫でしょうか。そうなんですよ。正面見えないんですよ。3、2、1、9。ラララララ。まさかのそっち路線に行くんですね。そっちなんですね。お、いいよ。それそれそれ。もうなんか、うまいうまい。本当よりも綺麗になりますよ。うまいうまい。こっちの方がなんか効きそう。なんか進行したくなるもん。進行進行。ありがとうございました。それにしよう、次から。つらっ。あれあれあれ、なんか、ならなんなん。持ってくのやめてもらっていいですか。じゃあ、立花さん。意外とみんなね、すんなり被るよね。いや、別に被ることはいいんですけど。被るのはいいんだよね。そう。被るのはね。見えないな。見えないのね。見えないんだよね。前見えないから。下にあるから。動くのが大変だね。ちょっとセクシーな大仏って感じがして。いいっすね。あ、いいっすね。なんだろうね、この感じ。本当だ。じゃあ、澤さん、澤さんじゃねえや。ちょっと。じゃあ、りのちゃん、はい、お願いします。3、2、1。うっほほい、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 お釈迦様。はい、ただ、はい、はい、お前ら全然なってねえよ。え結構頑張った。頑張った。頑張った。今のはえダメですか。あるだけかよ。ダメ。俺がはいお手本見せるから。はい。また何回目でしたっけこれ。
それをやりながら駅まで帰るよ。いやいやだめだめですよ。しかもいやでもうちらまだ服がこれだからいいです。そうですね、本当に本当に帰ってくださいね。それでマルハン川口店、はい、駅から徒歩にして約25分、うん、結構ありますね。辛いな。行きましょうということで、視聴者の皆さん、はい、次回は必ず夢叶えますので、はい、今後ともこの子たちの活躍に期待してくださいということで失礼します。じゃあやるよ。はい、じゃあ帰りましょう。それでは皆さん、さようなら。うわー、はっ。